皆さんこんにちは、ゆっこです。今の皆さん外に出れない方が多いのかなと思うんですけれども、私も今家にいる時間が増えまして、お家ではテレビ見たり、ドラマ見たり映画見たりアニメ見たり、あと漫画読んだりとか、そういうのも多いんですけれども、そういうテレビ関係も多いんですけれども、今はその家でできるこうやっぱ体にいいこともしようと思ってて、あとストレッチと、あとは最近その SNS で流行ってるゴルフのリフティングを練習したりしてます。でもね、私リフティングは本当にセンスがなくて、なんかこうフェースにボールを乗せるっていう感覚がやっぱあんまり養われてないのかなと思いますね。でなんかこうリフティングの練習するとアプローチも上手くなるっていうじゃないですか。なので最近やってるんですけど全然上手くなんないんですよ。ということで普段こういう練習してるっていうのをちょっと見せたいと思います。ウェッジですね。ウェッジを使ってフェースの面をこう変えないように平らで保つっていうのがコツらしいんですけど、できないんですよね。ちなみに使用しているボールは室内練習用のボールです。下の肩に響かないように、マンションなんで。地味です。みんなポンポンポンってやってこう帽子にパッとか入れるじゃん。なんかこう引く感じがいいらしいんですよ。5回はやろう。5回は2回以上進めない。熱い。3、4、5、6。あー、オッケー。はい、次はストレッチを紹介したいと思います。今パーソナルトレーニングに通っていて、私すごい体が硬いんですよ。で特に股関節が硬くて、あと上半身も結構硬いんですけど、で今はちょっと股関節を重点的に頑張っているので、その股関節のストレッチを紹介したいと思います。何個か紹介しますね。肩幅ぐらいに足を開いて、でこのまま横に倒しますで、ね、これもウォーミングアップです。これどこでも、テレビ見ながらとかこう反対にできるんでおすすめです。ペタンペタンペタンで、ちょっと柔らかくほぐれたかな、少しで、まんじ型っていうのかな、こうまんじ型にします。なるべく右足は真横に行くようにします。はい、で例えば前の膝ら辺に置いといて、でこの状態から内ももをこう引き上げます。これ結構きついですよ。息止めないように、こういう感じでやって、次は外側を持ち上げます。お尻からこう持ち上げる感じでやります。で次は上げて伸ばす、上げて伸ばす、上げて伸ばす。これ結構きついんですよ。お尻も結構使うんで、これ最初私できなかったんですよ。もうこの辺がつりそうで。同様にやります。これも回数は適当ですね。気が向いた時に何回も、私は寝る前に5回10回くらいやってます。寝る前、お風呂場ですね。で上げて伸ば
外側で、外側で前に来ないように、外側で、外側で、そっぼき、うん、はい、からのまた万字型にします。体をひねります。で、この時はこの状態だと左手の上に右手を置いて体を傾けます。股関節も効いてるし、まあ、これで言うと今は左足のお尻にも効いてますね。うん、こういう感じね。で、さらに左足を伸ばしてもう一回やります。やります。これも反対側もやったとして、股関節をもう柔らかくするストレッチで、ちょっともう一個少し、まあ、足を開きます。この状態で背筋を伸ばしたまんま、あの足を上げれます。ただそれだけ、ただこれがむずい私には。上げます。こういう感じです。こういう感じで、で、なんかこう置いて、こっちを置きます。こういう、こういう風に上げて、上げる練習、こういうのもします。はい、うん、これだんだんこう結構開いた状態でやると難しいんですよ。股関節が柔らかくなるとこれできないんですよね。背筋伸ばしたまんま、あー、また上がりませんからの開脚ですね。イメージはちょっと腰を反らせる、おへそを床につけるイメージでこう倒していきます。まあおへそとか胸をつけるイメージですかね。背筋を伸ばして、なかなかこれはね、背骨とか腰がね柔らかくないとできないんですよ。息吐いて、特別、まず足を膝立ちで、こう掴んで腰骨を上に向けるイメージでブリッジ、はあ、こんな感じです。まだね、いろいろストレッチあるんですけどね、とりあえず股関節です。まあ今あまり外に出れる時間が少ないと思うんですけれども、まあ、家にいるときはこう有意義に使えたらいいなと思います。ね、皆さんストレッチやってください。ゆっくり。